Hey guys, Shumisuke です。本職は英会話教室の社長をやっています。今日の話はですね、多くの英語学習を頑張っている方、観察しているとですね、僕ずっと思っていることがあるんですけども、このことをちょっとね、まとめたいなと思って収録をしました。今日僕はね、何を言いたいかというとですね、英語が伸び悩んでいる人がほぼ 100% やっていない勉強法があるっていう話なんです。このことについて話したいと思います。英語のね、勉強に相当ね、時間を使ってきた方、TOEIC ね、800点以上持ってるよっていう方、本当にいろんな方いらっしゃいます。なのに、ネイティブとの会話にはやっぱりついていけない。英語のニュースとかね、ドラマの会話になってしまうと手も足も出ない。でもね、そんなことにもめげずに、今も英語勉強頑張っている。でも、この先続けててもね、同じことの繰り返しじゃないだろうか。そんな風に、思っている人のほぼ全てに当てはまる話です。では、英語初級者で止まっている人は絶対にやってない勉強法があるんですね。これはですね、ズバリ、オーバーラッピングという勉強法です。やったことがないっていう方、ぜひね、このまま聞いてください。あるいは、なんだよ、オーバーラッピングだったら名前聞いたことあるよ。それだけっていう風に思った方。あるいはなんかオーバーラッピングってシャドーイングみたいなやつでしょ、知ってるよ、そう思った方、じゃあね、ここでもう一個ね、質問したいと思うんです。オーバーラッピングが何かを知っているあなたは、オーバーラッピングを半年、いや3ヶ月もいいですけども、継続して練習したことありますか？100時間ガチでやったことはありますか？おそらくほとんどの方がここでノーというはずです。これは本当にもったいないことなんですね。オーバーラッピングという勉強法なんですけども、はっきり言いますが、めっちゃシンプルな勉強法です。なのに効果は絶大です。僕ね、ずっとね、疑問だったんです。どうして多くの人がね、このオーバーラッピングをやっていないのか。でもですね、僕はね、お手伝いしている方とかと話してるとですね、うっすらね、本音が見えてくるんです。その一番の理由はですね、多くの方が真面目すぎるってことなんですね。てのもですね、オーバーラッピングってちょっとね、勉強っぽく見えないんですよ。勉強しているように感じない。友達とかね、家族の目を気にする日本人には、オーバーラッピングをしているとこを見られるとどうでしょうか。スタバで単語帳や英語の本を読んでいるね、自分の姿こうね、イメージするとなんかちょっとドヤ顔できるけれども、映画やね、ドラマを見ながらオーバーラッピングしてたらどうですか。ちょっと遊んでる風に見えちゃうわけですよ。日本人って勉強ってちゃんとね、机に向かってノートがちゃんとね、開いてるものじゃないとダメって感覚の方が多いんです。あと、これは人間の差かもしれないですけども、正しいことやるのやっぱ苦手ですよね。学生時代の延長で同じような勉強方法をするっていうのがやっぱ人間楽なんです。ただですね、本当に英語をね、聞いたり話せるようになるには必ずオーバーラッピングをする必要があります。僕の周りでも、留学してね、あまりね、会話やリスニングダメって人いるんですけど、そういう方のほとんどはやっぱオーバーラッピングとかシャドーイングというね、学習法をやってません。一方で留学しなかった組でもね、できる人はほぼ全員やっています。オーバーラッピングがいいっていうのは分かった。じゃあ、このオーバーラッピングってどんな勉強法なの、それをちょっと簡単に話したいと思いますと思ったんですけど、ぶっちゃけね、話すまでもないんですよ。日本人なら日本語でね、すでにオーバーラッピングをやったことがある方がほとんどだからです。皆さんね、日本語で好きな歌手の歌をマスターするとき何をしていますか？音楽とお手本の声に合わせて音読しますよね。基本ね、オーバーラッピングってこれのことなんですよ。僕ね、これもうずっとね、不思議でね、仕方がなかったんです。なんでね、日本語でやってることを英語でやんないの？オーバーラッピングって要はカラオケですよ。なんでね、遊びや趣味のカラオケでこれだけ効果あるね、方法を取り入れて頑張ってるのに、英語学習ではそれをやらないのか、分かりますかね。もうこの動画聞いたらやりましょうよ。ってことで、サクッとこれからオーバーラッピングの効果、やり方についてまとめます。僕がね、このオーバーラッピングの効果の中でも特に皆さんにとって大事だと思っているのは、大きく分けて3つあるんですね。で、1つ目が、英語の音に慣れることができるということ。2つ目なんですけども、それは、英語のね、この語順のまま理解できるようになるということ。で、これ3つ目なんですけども、これスピーキングが改善するという効果ですね。予測文法っていうのがキーワードです。この3つなんですけども、結局ですね、言語っていうのはね、分解していくと単語までね、遡っていって、その単語のね、この構成要素っていうのは結局は音なんです。要はこの音としてのこの単語とこの単語のつながり、あとね、その単語をつなげていくね、このルールである語順とかね、この文法、活用に慣れていくっていうことが大事なんです。これらを全て一発で叶えてくれるのが、オーバーラッピングっていうことです。じゃあ、シャドーイングはどうなのっていうふうに、思った方もいるかもしれないです。で、僕もね、シャドーイングはとても好きな勉強法なんですけども、この動画を、ここまでね、聞いているあなたはおそらくね、初心者の方だと思うんです。
です、まあ、シャドーイングというのは、まあ、文字に一切頼らない学習法で上級者向けですということで、まあ、初心者のうちは正直ね背伸びしすぎて無理をするよりは今ね確実にできるこのオーバーラッピング、これに集中するのがベストだっていうふうに僕は思っています。ではどうやって、まあ、このオーバーラッピングをやるかっていうねこのやり方なんですけど、これは超簡単です。ここではこのやり方をねすごく簡単に説明します。大きく分けて2つのステップにしたいと思います。でステップ1はお手本の動画もしくは音声を準備するということ、ステップ2はお手本のこの音声とこの字幕を見ながら自分も声を出す、以上なんですね。本当はねもっと細かいんですけども、こだわりすぎるとねおそらく初めての方は疲れて続かないと思います。なのでまずはこれぐらいからやってみてください。よりね正しいオーバーラッピングの勉強法を知りたい方は完全保存版、まあ、今すぐできるこの YouTube だけで完結リスニング学習法っていう動画があって、ここで詳しく、まあ、解説をしています、まあ、他にもねオーバーラッピングだけじゃなくてシャドーイングのやり方もね取り入れているので合わせてご参照ください、まあ、でもねいきなりねちょっとオーバーラッピングと言われても新しい勉強法だからねやるの気が重いって思った方いらっしゃるのではないでしょうか。そんな方に朗報です。実はね一番手っ取り早いオーバーラッピングのやり方っていうのがあって、それは皆さんもねご存知なんです。何だと思いますか？それは、まあ、洋楽の歌なんですね。実は自分はオーバーラッピングをねしたことがないって言ってる方でもね英語が上手な方、まあ、僕これねいろんな方とお会いしてきてますけども、ほぼ共通することがあります。それは何かっていうとね洋楽好きが多いってことです。要はですねこのオーバーラッピングってさっきも言いましたけど、ザクッと言うと、まあ、カラオケって言いましたよね。だったらですね洋楽でカラオケすれば自動的にオーバーラッピングの練習をしてるってことになるんです。ただね、まあ、洋楽でもね注意することがあります。それはこれリスニングの教材選ぶときと同じなんですけども、あまり難しい曲を選んじゃダメってことです。なるべく日常感がある歌詞で、あまり難しくないね今の自分の英語力でも分かるレベルのこの英語の歌詞の曲を選ぶっていうことが、まあ、ポイントです。まあ、僕は学生時代が80年代だったので、あのハードロック全盛期で、まあ、メタリカとかねガンズ&ローゼスとかも本当こんな歌が流行ってたんですけども、これでやると結構ね激ムズです。歌詞のね英語自体も結構難しいですし、早すぎてね口パクで追いつくだけで終わってしまって、文法とか単語にねこう意識が向かわないので、まあ、英語の勉強にねなりにくいってことなんですね。まあ、てことで、まあ、オーバーラッピングねやっぱしドンピシャの歌手っていうのはやっぱ何人かいるんですよ。多分ねこの動画を聞いてくれてる人たちは僕朗報だと思うんですね。っていうのもおそらく皆さんの世代にとってはこれ青春の歌のねオンパレードじゃないかと思うんですよ。具体的に名前挙げると、まあ、ビートルズとか、まあ、サイモン&ガーファンクとかカーペンターズとか、まあ、カントリーとか好きな方だと、まあ、ジョン・デンバーとかねあたりはとてもね練習しやすいです、まあ、きっとね、まあ、皆さんの中にもこうビートルズで、まあ、青春の曲って一つくらいはあるんじゃないかなと思うんですね、まあ、でもねきっとですけどもこう歌詞を見てこう日本語訳を見てわからない場所は、まあ、文法とか単語調べたりとかしてオーバーラッピングまでやったことってありますか？1曲ぐらいね歌える歌うって方もいるかもしれないですけど、それ以外の曲でね練習がっちりやったことないと思うんですよ。ってことでまずねオーバーラッピングちょっとこうやるの重たいなと思った方はこの身近な歌で練習する、まあ、これが僕はベストだと思います。でここで最後にはプレゼントの話です。今ねこう英語を頑張っててこう伸び悩んでるなって思った方、騙されたと思ってねオーバーラッピングやってみてください。必ず変化が自覚できるレベルで起きます。とは言っても、まあ、どう変わるかねイメージできないからこう頑張るイメージが湧かないっていう方もいると思うので、ざくっとねこれも時間でだいたいどんなことができるかっていう目安をね先にちょっと言っておきたいと思います。これはまあ人によって変わるんですけども、この目安となる時間は僕の中ではね100時間目、まあ、300時間目、そしてまあ500時間目って感じでこう理解しています。100時間というと、まあ、長いと思った方いるかもしれないです。でもね1日1時間取れれば1ヶ月で30時間なんです。3ヶ月あればほぼ100時間、10ヶ月あれば300時間ですよ。そしてまあ17ヶ月あれば500時間を超えます。もちろん1日ね2時間取れるっていう方であればそれは半分で済みますけども、オーバーラッピングは結構こうね喉にちょっと負担がかかるので、まあ、やりすぎない程度にやっていただくっていうのがまあポイントです。長いなと思った方は今までね、英語ね頑張ったことある方であればそれくらい楽勝です。だってもっとね効果出てるかどうか分かんないことに今まで何年とか人によっては何十年とねやっぱ時間をかけて頑張ってくることができたんですよ。であれば騙されたと思ってね100時間でいいからやってみてください。今まで全然聞こえなかったこの英語の音、これかなり拾えるようになります。300時間ぐらいやればあれ英語をこう英語の魔法を聞いてきてそのまんまね情景がこう理解できるようになった、まあ、こんな自覚も感じることが出てきます。500時間までね頑張った方であればもうほぼね自分の興味のある英語であればほぼね分かるようになっているはずです。もちろんね今の英語力によって多少の前後はあります。上手に
なってきたら、よりね隙間時間を使えるこうシャドーイングをね取り入れてみてもいいと思います。でそこそこねすでに今土台がある方であれば、最初の1ヶ月目でもねかなり変わります。僕がねお手伝いしてる方でも、やっぱオーバーラッピングやったことない方なんかだと、今までね英語学習頑張ってきたけど、今回初めて、自分の英語にね変化を感じますっていう風にね言う方本当に大勢います。しかもですね、これいいことはこれだけじゃないんです。ここからさらに頑張るとですね、もっといいことが起きるんですよ。それは何だと思いますか？実はリスニングだけじゃなくて、会話力、アウトプット力が劇的に向上するんですね。これはねどういうことかっていうと、ネイティブとのこの会話などのアウトプットしかねやってこなかった方と比べると、オーバーラッピングというのはインプット学習に該当するんですけども、このインプット学習をね膨大にこなすと、圧倒的にこのゼロからねこの会話や文章、これを組み立てる能力が上がっていきます。これはね予測文法といって、文法をね文法として意識しないでこう組み立てるようにできる能力っていうのが、オーバーラッピングを大量にこなすことでね培われるんですね。なので、どんな場面でも、どんなトピックでもアドリブでこうネイティブとねいろんな会話をしたい人っていうのは、このオーバーラッピングっていうのは必須の英語学習法なんです。ただですね、課題もあります。オーバーラッピングの教材の探し方がねわからないとか、具体的なやり方がそもそもわからないって方、これが理由でねそもそもやっぱりこう続かなかったりとかやらない方も多いんですね。さっきもね僕言いましたけども、そんな方は別のこのね YouTube だけで完結するリスニング学習法のこの動画をね見ていただくと、ここでやり方とですね、教材の探し方ね YouTube 内で全部完結するように解説をしています。あるいはシャドーイングとのね違いって何なのとか、音読じゃダメなのっていうね、こんな疑問もある方も出てくるのではないでしょうか。こんな疑問がある方は、このリスニング学習全般のやり方をねまとめたものを、僕の LINE 友達になってくれた方限定でプレゼントしています。興味のある方はこの概要欄かこの動画のコメントから LINE の友達登録をしていただいて、その後ね僕にメッセージを送ってください。そのメッセージにキーワードを入れて送ってください。でメッセージがないとねちょっとプレゼント送れないですからね。メッセージはリスニングっていう風に書いておいてください。これがキーワードです。いかがだったでしょうか？ではちょっと今日の復習をしましょう。今回は英語初心者で止まってる方がね 99% やっていない学習法ということで、このオーバーラッピングについてお話をしました。今日の話は本当ね日本人の英語学習者の方ほぼ全員に当てはまるんじゃないかと思います。それくらいにこのオーバーラッピングを実践している人は少ないんです。騙されたと思ってやってみてください。そして堅苦しくやるのが難しいと思う方は、ビートルズなどの洋楽でやってみるのも良いでしょう。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。これからもみんなのね英語学習のあるあるのね落とし穴に落ちないように、その対処法もねたくさん紹介していきますので、そういった動画見逃したくないよっていう方は今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。この動画は少しでも皆さんの英語学習のお役に立てればと思います。ぜひコメント高評価もお願いします。僕の励みにもなります。また今後も貴重な英語学習法を紹介したいと思うので、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイガイス。